皆さんこんにちは。ファイナルファンタジー13プロジェクトのプロデューサー北瀬です。ここに一つのクリスタルがあります。このクリスタル、二つの非常に面白い性質を持っています。一つは何年も変わることのないこの美しい形、幾何学的な面で構成されたこのフォルムはその美しさを保ったまま何年も何十年も同じ形のまま存在し続けます。もう一つは常に変化を見せるこの色合いです。クリスタルを通過した太陽の光は虹色の模様を描き出します。こうしてクリスタルを通して世界を見ると、光の屈折によりよりリアルタイムに景色が変化していくのです。永遠に変わらないもの、常に変化し続けるもの、全く逆に思えるこの2つの要素が一つの結晶となっている。それがクリスタルの魅力です。今から25年前、このクリスタルにまつわる物語が誕生しました。それがファイナルファンタジーです。変わることのない感動的な物語と常に進化をし続けるゲーム体験、ファイナルファンタジーの魅力はこのクリスタルの魅力そのものではないでしょうか。さて、我々は2006年にファブラノバクリスタリス、新しいクリスタルの物語としてプロジェクトをスタートさせました。美しくかつ力強い女性ライトニングを主人公としたこの作品は2009年にファイナルファンタジー13として発売し、2011年にはその続編となるファイナルファンタジー13-2を発売いたしました。そして本日このプロジェクトの新しい展開を発表したいと思っています。それは小説でしょうか、映像作品でしょうか、ウェブドラマでしょうか、それともダウンロードコンテンツでしょうか。いえ、違います。完全新作のゲームコンテンツとしてです。いつもならここで、はい、プロモーションビデオをご覧くださいとなるのですが、今回は少し趣向が違います。本日はこのプロジェクトの新しい展開が一体何が新しくてどこが変わったのかというのをプレゼンテーションという形で皆さんにお伝えしたいと思っています。プレゼンテーションの内容はこれから登場する3人のクリエイターから全体コンセプト、ゲームデザイン、世界観の項目に分けて発表したいと思っています。本作ではライトニングがゲームプレイ可能な主人公キャラクターとして復活し、よりアクティブでオープンなスタイルのゲームフィールドで大活躍します。ファイナルファンタジー13から始まったライトニングたちの活躍は長きにわたってこの壮大な物語を皆さんに提供してまいりましたが、本作をもってライトニングリターンズとして決着を迎えます。ここまで来れたことをスタッフ一同心より感謝いたします。さあ皆さん、ライトニングのラストバトルがいよいよ始まります。新たなライトニングをお見せできるその日まで皆さん楽しみにお待ちいただければ幸いです。ライトニングリターンズファイナルファンタジー13、よろしくお願いいたします。